ちょっと行ってみましょうか。8日間やらないといけ、これ興行はフルで売った方がいいのかな。興行、まあいいか、一回やってみるか。まず何これ、集中興行って巡業、反転、まず旗揚げ戦は福岡で。うわー、いきなり選べんだね。最終戦沖縄っていう、オートソート、あ違う、これランダム、こんな感じなのか。病死復帰、おかえり。これ逆にした方がいいよな多分。試合するのかな。そうですね、外国団体とね、一応最初マイナーチェンジしてますね。ちっちゃい、なんだこれ。お、334人、天候晴れ、結構細かくなってますね。あ、これ最終日だからあれ沖縄ですね。これ一応シャイニングウィザード、あ、これ最後ちょっと見てみましょうか。ところで試合するのね、ダブル。まあプロレスでもこんな感じですね。外国の選手のちょっと画風が変わってますね。私はいつでも OK だ。ねえ、53ポイント18、金がね、これ3人しかいないですからね。でも伊達が取れたの嬉しいですね。伊達と近藤はね、前のね、この前作初代の方、怪我だろうね初代の方のね、動画見てくれた方とかね、配信見てくれた方あれだと思うんですけど、やっぱね、なるちゃんをね入れたい感じがしますね。スカウトした方がいいのかな。なるちゃんに対タダブル、そう、なるちゃんをね、前座のエースなるちゃん50使う、来い来い。なんでなんでだよ、金ねえんだぞ。ねえ、金ないよ、ほんと。なんか知らんけど、甲信越で。こい！なんで？18しか儲けてねえんだぜ、利益。怪我。お休み。あ、これ休暇でいいのか。これ全部休暇にしていいのかな？って書いてあるんで。おやすみ。運命の歯車もおやすみ。どうした？これでいいと思うんだよね。のとはんボイス？これのとさんなのかな？このひひむろは。もうやったよね、人事、王人事、王人事ね、終了。めっちゃ減ったな。
そこまでね、これでやるとそこまであんま違いは分かんないですね。配信でやると録画でやるとも全然違うんですけど。もう痛くない。元さんだったのね。はい、ねえ、もう一回なんか取ってこいみたいな感じで書いてねえの。どこがいいよみたいな。もうないんだよ金。もう、どこだよ。じゃあこの辺来い。出た、失敗するさようダブル。来たー、グリズリー山本来たよ。あ、来た、福岡ね。福岡16歳なんだ。カートマンの目はビー玉なんだろうかダブル。ケイタ来た。ギリ特殊能力、ギリ強戦士フォール、柔軟人徳素直。素直なんですね。なんか可愛らしいとこあるんですね、グリズリーで。藤原和美が島田ダブル。ギリ反骨打光って読むんですかね。カット挑戦者、極光、あ、決めるっていうことね。じゃあまず藤原からまずね。この資料には正義の秘伝ここにありとあるが、どこにいるんだろう。そこのあなた、組長さんだ。え、あなたは今お困りですね。はいはい、私にお任せください。さあ遠慮なさらずに、私は正義に奉仕するものですから。え、正義ってまさか資料にあったの。どうしたんですか。まさか喋れないほど困って。すげえな、声がすぐわかるって。実は私プロレス団体を経営してるものなんですが。プロレス。俺は事情を話して入団してくれるように頼んでみた。なるほど、社長さんだったとは。それで私の力を求めていると。今セーラームーンもやってるしね、ダブル。へえ、ぜひお願いします。いや、もうなんで。まだ果たさねばならない使命があるんです。またかかっちゃうから、グリズリー行きやがったかな。そうですか、残念です。振られたダブル。グリズリー行けよかったのかな。ズリーかな、やっぱりグリズリー島田に行けよかったかな。金ねえぞ。無駄だよね。あ、しまった。氷室。ギリをもんじるグリズリーだったか。地味に忙しいダブル。一個、何やったっけ、工業が。ああ。集中工業。反転東京でやろう。うわー、これ全部選べるんだね、最初からね。そんないきなりドームでやれるわけないよね。タイタン有明で時をだ。え、8日間連続でやんの俺。ほら、最終日ちょっと変えよう。どの人が弱いんだろう。150、あ、565って書いてあったね。あ、565。まさにペンギンジャックですね。そうですね。あ、プロフィールとかあるんだ、すげえ。710、つえな。ターニャ・カルロスが一番強いのかな。いや、ということはターニャを
ここに入れたら、あ、これでもいいかもね。敵はみんな強そうに見えるな。このシューバーとさ、ターニャって打撃なんで、もう一回最終日観戦にして、で、うわ全然入んねえ。マニュアルになってるので、これをオート、オートガラッガラダブル、オートでいいんだよね。ガラガラに見えないけどな。一人だけ違うな、なんか。マスクつけてる。あ、マスクつけてたっけ、前も。わあ、やってたんか。お、ソウさんいらっしゃい。2をね、やってますよ。絵が怖え。シューバーめっちゃ怖え。絶対強えよ。お、必殺。この時のために磨き上げてきたよ。おー、来たぞ、ローキック。あれ、OK、ミドルキック。あ、いたーって。強そうだ、ブルイ。あれ？ヒムロちゃん無視？お、ヒムロ来た。おい、ヒムロかわいいじゃん。はい、イルさん好きそうだね。黒髪ロング、はい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 、いいぞ空、いいぞ空。まつりちゃん、愛しかないのかな。ダブル、黒髪ロング好きだけど女子プロだと締められそうで怖いです。リターンってなんだろう。あ、場外だったのね。お、来たよ、水面蹴り。水面蹴り。水面に押し付けられるならご褒美です。 ご褒美をね。それ、あ、今度ソレイになった。急に、でもいいんでしょ、ダブル。急になんか色が違う人がいましたよね。なんかいい勝負になってんですよ。お、もうターニャはね、おお、来たよ、スクラップバスター。もう一回行く？ヘッドバット。タッチいけんじゃね？タッチじゃねえ、フォール。これ前のフォールの仕方やね。いい勝負ですが、300人しか埋まってません。そうね。あー、飛び。だって8日間連続東京工業やもんね。何人タッチ？これね、6人タッグですね。うちの方が強いんだ。これシューバーだよね。お、お、ダブルドロップキック。お、でも下座だ。私が勝つことが運命。来た。はい。お、アキレス腱が止め。はい。地方工業っていうかね、東京工業なんだけどね。東京8日間連続ですよ。そりゃ客も来ねえっつんだよ。お、視察。いただきます。いい勝負してんじゃないか。ディディティ。
お、シウバを、お、近藤行け、近藤行け、はい、開いた。北吉札ミドルキック、あるかカット、あーでも関節技、めっちゃいい試合なんですけど、氷室をこっちに日本人チームに入れてたらこうならなかったと思います。氷室が一番体力あるっていうね。病み上がりですから。はい、小手、お、はるか来たよ。はるかにタッチしていいですね。なんか、お、ダブルインパクト。ダブルインパクトって。ダブルインパクトやったぜ。すごいダブル。おお、もう一回水面蹴り。これ決まったでしょ。会社すげえぞ。ああ。ダブルインパクトからのね、水面蹴りという。やったね。みんな応援ありがとう。300人しかいないですけどね。私にだってできる。強さは決まったものなんかじゃない。いろいろまた怪我するんじゃないですか、これ。今日は私の勝ち。あ、あまり評価差のある選手と戦うと怪我する恐れもあるので気をつけましょうって書いてますね。3ってなんだよ、3って全部なんか3分の1しか埋まってねえじゃねえかよ。マイナスだよ。これでグリズリーに振られたやだな。300人ばっかりダブル、マイナスジャフよって言わないでくれダブル。ねえ、ズリー行かないと。いるでしょズリー。お、何、ディアナライアルって誰。振られろ、振られろ。あら、なんかこういい感じ。え、 S って何、クラス S ってすげえな。クラス S だって。グリズリーはちなみに、あ、クラス S ってスモールって意味ね。スモールって意味ね。クラス LL ですもんね。 LL ブラザーズって言いましたね。エーゲン千鶴がいる。エーゲンだよねこれ。うわあ、グリズリー、どうしようかな。長原じゃない、長原かな。歌唱力があるんだ。入れたいな。でもこの子ちょっとね気になるね。気になりません、この人。どれ行くか。じゃあグリズリーかな。S で、あ、後ろに S って書いてあるんだ。あれ、これクラス M って書いてあるね。最上の力を持ってたのか、ダブル。長原行ってみる一回。グリズリーに振られる日票。あ、安い。この辺りに面白いレスラー志望の子がいるはずなんだが、ここで、この、ここでね、ちょっと終わったら、一回、配信止めますね。振られろ。すいません、長原さんですか？ん？何？私？私はプロレス団体を経営しているものなんですが、少しお話がありまして。もしかして、スカウトですか？はい、その通りです。ぜひうちの団体に入っていただけないかと思いまして。かわいい。どうしよう。あ、でも興味はあるっていうか。ええ、よく知っています。それでは OK ということでよろしいですか。やった。ここは勢い重視。プロになります。よろしくお願いします。グリズリーに行ってたら振られてた可能性あるよ。今金ねえんだからさ。
やったー、よかった。200もかかったのかよ。で、テストも一応やりましょう。無理は冬眠か。25かな、精一杯頼む。お、来た。お、ヒールだ。金がダブル。かわいサプライス。ヒール来たよ。村上千春、カット、反骨、エスケープ、場外、フォロー、挑戦者。お、いいですね。せっかく来てやったのに、まさか雇わない気か。お、取りたいよ。成長早いんだね。まあそうだよな、私みたいな可愛い子を雇えて幸せだろ。おろ